代、10代ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ドンと三銃士やっていこうと思います。ということでですね、この三銃士は、まあ、多分前にもね、俺のチャンネルでも、まあ、このチャンネルでもね、多分いっぱい紹介されてると思うんですけど、ほんとね、ここ多分2ヶ月ぐらい、1ヶ月か2ヶ月ぐらい、ずーっとね、グラチャレの勝率1位のデッキなんですよね。そう。2ヶ月は持った。1ヶ月だ。1ヶ月ぐらい。2ヶ月だったら世界大会の前になっちゃうんだ。そう、1ヶ月ぐらいですね。まあ、このデッキは日本の、確かですけど、日本のね、ディープに所属してるエンドっていうね、三銃士が、めちゃくちゃうまいプレイヤーが作ったデッキなんですけど、このデッキがね、本当にグラチャレ勝率1位をずーっと保ってるんですよね。しかもぶっちぎりで。本当に2位と差を離して、その2位以下のデッキは結構入れ替わるんですよ。ずっと、なんか小屋三銃士とかだったのが、なんかスケラになったりとか、あとなんかペッカになったりとかね。今確かペッカ工場、前にテンプレしたザップポイズンのペッカ工場のテンプレなんですけど、今このデッキはね、本当にずーっと1位を保り続けてて、まあ、非常にね、バランスが取れたデッキですね。ということでね、このデッキいきたいと思います。よいしょ。よいしょよいしょ。まあ、今期はね、どうかな。三銃士はね、まだ減らないと思うんですね。まあ、フリーズもまだ相変わらず強いんで、なんかなんだろう。バルーンとか、あとスケラに、まあやっぱ三銃士っていうか、三銃士が強いっていうのもあるんですけど、やっぱ一本が強いんでね、おい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 、そんな位置に穴掘り投げてお前トルネあったらどうすんねんって話なんですけど、とりあえずはまあやることないんで、よいしょ。これまあ地味に嫌がらせですね。よいしょ。とりあえずな、これアイコレで受けていいかな。よいしょ。まあで、穴掘りがいるんで、穴掘りってことはラバかな。多分ラバだと思うんですよね。で、ベビドラ切ったんで、これ始まりラバからの穴掘り来ても、ガゴムレでベビ囲んであげて、はい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 。あ、全然余裕っすね、これ。正直。はいはいはい。余裕も余裕ですね。これ、三銃士でいいな。シンプルに。まあ、1000ぐらいまで多分削れちゃうんですけど、おいしょ。おいしょ。おいしょ。で、これ、墓石があるんで、とりあえず言うのですね。はいはい。で、こっちを墓石壊してあげて、よいしょ。よいしょと。こっちの盾ですね。盾プラスの、まあ、一重視でね、ぶち転がしてあげるという感じで、とりあえず1本折って穴掘り切ったんで、もう一回、こっちは無視でいいですね。こっちが1000まで削れちゃってるんで、無視で6エリポンプですね、ここは。ポンと。相手は今、ポイズンしかないんで、ポイズン打たざるを得ないんですよね。そしたらまた俺のムードで、まあ、ここで相手の選択肢がケツラバか、そう、ポイズン打つしかなくて、でも、穴掘りを切ったばっかで、穴掘りを最後に切って、これラバしてきてるんで、あとはベビドラ追加ぐらいしかないかな。なんで、普通に、ここに三銃士出してあげて、まあ、ベビドラの蓋してあげればいいかなって感じではありますね。あ、オッケーオッケー。ここに打ってきたら、別に、本当に別にいいっすね。はいはいはい。あ、やばいやばいやばい。待ってくれ。ああ、やっちまったよ、おい。ちょっと待って。あ、これタルバブぶっ転がせばよかったな。ちょっと待ってよ。マジか。ちょっとプレイミスオブプレイミスですね、これは。よいしょ。これはさすがに守れんだろう。あ、いい防衛。まあポイズンなんでね、これ普通に多分守れないと思うんですけど、はい、グッドゲームと。よいしょー。やばい、ムスできた。また急に来るんですよね、このグビビビって蒸してくる。俺水飲んでないと多分咳して苦しくて死んじゃうっすね。オッケーオッケー。まあ、やっぱ三銃士が強いですね。本当になんだろう。大体のデッキに、今流行ってる大体のデッキの相性良くて、本当にジャイ、なんだろう、三銃士の天敵が、ジャイなんですけど、ジャイサンスペが今ね、まあ、天ちゃんを見ればわかるけど死んでるんですよね、完全に。だっててんちゃんみたいに、ジャイさんスペースしか使えないんですよーとか言ってる人は、あのね、トロ6000ぐらいでフィニッシュするみたいなね、事故ることがあるんでね、気をつけてください。とりあえずは、30時か。なるほど。まあまあまあ、こんくらいだったら別に。よいしょ。これ30時いっちゃっていいっすね。全然いい。OK。こっち何も来ないんで、これで。よいしょ。おい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 、言うのだろ、今飛ぶの。おかしくね？おかしくね？まあ、これ受けるしかないですね。エリアと取られちゃってるんで。いや、待って、おかしくないか、今の。なんでここに言うのいて30子に飛ぶんですかって話なんですよ。とりあえずは、まあ、お互い多分同じデッキなんで、同じデッキかここがハンターになってるとか、多分その程度の違いだと思うんで、まあ、お互いリポンきますね。でもって先に攻めたらやっぱカウンター食らっちゃうんですよね。難しい、非常に難しいんですけど、これは攻めちゃいます。よいしょ、いけ。ザップ使ったからこれガゴムでいけるな。あ、30子来た。危ない危ない。ガゴムで足したら死んでるとこでしたね。で、薬剤来ても工場かいうのなんで、タルババだけで防衛できるんで、これ固め出しでいいですね。で、ここら辺で受けてあげれば、あ、いいや、これいいや、いっちゃおう。タルババゴロンで、もうこれだけで全然違うんでね。よいしょよいしょ。オッケー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 。今1本食う。それは度胸の塊じゃないですか。よいしょ。オッケーオッケー。これ言うの言って、よいしょ。マジで。守られる。守られる。嘘でしょ。マジで。相手の方がうまいのかな。さては。俺の方がうまいと思ってたんだけど、さては相手の方がうまい。これ30子来る顔してる。こっちでいいかな。じゃあ俺はこっち何も出さないで、俺の方が後出ししてるんで自陣に近いんですよね、少なくとも。なんでまあそうですよね、それはそうなりますわな。よいしょ。よいしょ。いやー、だる。よいしょ。これ許さんすからね、俺。よいしょ。ザップ、これでザップ回ったかな。受け、あー、いこれいるかな、待ってるかな、待っとる。なるほど。はいはいはい、五分五分ですね、非常に。待て待て待て、俺も置く。はい、よいしょ。な、待って、間に合うよな。危ね危ね危ねえよ、マジで。これで30子来てない方向に、これでいいと思うんだけどな。 OK。 よいしょ。やばいか、ちょっとやばい。さてはやばい。あ、待って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 、片目30子よかったな。片目30子よかったわ、今の。やってしまった。片目30子で逆サイド普通に防衛で、両サイドカウンターでよかったな。あー、やっちまった、やっちまった。今のは俺のミスですね。マジか。いや、マジか。ちょっと待って、マジか。いや、今の片目30子だったな。 OK、 学んだ学んだ。もうあの時は片目30子をすればよかったと後悔をした。大丈夫かなと思いながらやったね。30子後ろから出したんですけど、大体そういう時って死ぬんでね。ああ、何も考えずに30出してしまった。ちょっと待って。沼のそれになってる。よいしょ。オッケー。全然オッケー。これで受けてって、いらなんな。で、ランバーってことは、これはスケールじゃなくてバルーンですね。間違いなく。ワンチャン。いや、でもこれ、それさ、フリーズ打ったばっかだから、いけるよな、俺。絶対。オッケー。これ、トルネしかないはずだから、ああ、なるほど。トルネもしてこないと。なるほどね。はい。まあ、ここで1本打った。まあ、フリーズ打った後だったら、バルーン何でも防衛できちゃうんで、オッケー。とりあえず、エリポンかな。まあ、バルーン切ったばっかで、エリポンしたら相手多分何もできないですね。後ろからボーラー切るとか、諦めるの2択だと思うんで、ワンチャン諦めてる説あるんですけど、諦めてますかね。多分、わかんない。とりあえず、こうじゃ出す。6ヤード、もしかしたらエリクサー、諦めてなかった。うえい、イカチーですね。よいしょ。ちゃんと囲んであげて、よいしょ。まあ、トルネかな。はい、GG です。OK。ってことでですね、まあ、こんな感じですね。まあ、余裕という感じで、今本当にぶっちぎりで1位なんですよ、このデッキが勝率で。さっきもミラーでしたね。ミラーで、まあ、俺の方が下手くそで負けちゃったんですけど、もう精進しますって感じですね。ってことで、まあ、この方がいまいちなんかパッとこないなって人は、ここをランバーにしてる人いましたね。で、ここをスケとかコウモリにしてる人もいました。で、ここを判断にしてる人もいましたね。だからそんな感じで、まあ、これが一番の勝率が高いテンプレなんで、まずこれを使うことに、まあ、まず間違いがないですよね。この今の環境で一番強いデッキなんで、間違いはないんですけど、まあね、しっくりこないなって人は中身をね、数枚ね、そういう感じに入れ替えちゃってもね、いいかもしれないですね。ってことでですね、まあ、今日はこんな感じで終わります。ですね。まあ、さっきの動画でも多分言ったんですけど、まあね、今日ね、キヨキヨさん宅に行って、キヨキヨさんとね、コラボ動画をね、何個か撮ってもらうんで、まあね、俺のチャンネルと、あとキヨキヨさんのね、チャンネルでもね、まあ、明日か明後日ぐらいにはね、上がると思うんで、まあ、そちらの方もね、コラボ動画もね、これからもね、本当ありがたいことにね、ドズさんとかキヨキヨさんも仲良くしてくれているんで、バンバン撮っていきたいと思うんで、まあね、そちらの方も見ていてください。ということで、まあ、毎日ね、動画投稿やってるんで、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。